ここで改めて現地バンクーバーをお呼びしたいと思います。夏岡さん、竹内さん、お願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。今回改めてフィギュアスケートというものはただ単に得点を稼ぐためだけに滑るのではなくて、何かを伝えたい、何かを表現したいという思いで滑るものなんだということを感じました。その思いというのは浅田選手からもキム・ヨナ選手からも感じましたし、会場で沸き起こる拍手というものが時折私にはもうこれはすごすぎるとため息のようにも聞こえたんですよね。まさに今回は真央さんとヨナさんは歴史に残る演技だったと思います。特に古田さん、真央さんはトリプルアクセル3回挑戦そして成功、僕はもうそれを見ていて心が動かされました。実はですね、真央さんは始まる前、世界のメディアからトリプルアクセル3回なんてクレイジーだって言われていたんです。でもしかし実際今日のフリー、こちらのテレビ局の放送では真央さんがトリプルアクセルを取るために歴史が変わった、こんな勇気を持った選手は初めて見た、最高の言葉で真央さんのチャレンジを称えていたんです。その真央さんの勇気が世界の僕は常識を覆した、日本人として誇らしかったですね。松岡さん、それから8位入賞した鈴木亜久子選手がね、滑っていてもこれでオリンピック終わっちゃうのかなって気持ちになった、とっても幸せだったって言ったんだけども、何かそれぞれの選手違いはあっても共通するものはそれまで積み重ねてきた時間というもの、これがあったらこそって感じあるんじゃないでしょうかね。いやまさにその時間と考えましたらね、古田さん、はい、真央さん去年の10月からグランプリシリーズでトリプルアクセル失敗してましたが、練習では今回と同じようにずっと成功してたんです。僕はずっと見てたんです。でも彼女は僕にこう言ったんですね、練習ではできるんだけども本番になると私は止めないって弱い心も見せたんです。でも今回一番プレッシャーのかかるこのオリンピックで成功させた一人の選手としてですね、人間の成長を心の底から感じました。そうですか。はい、わかりました。後ほどお二人よろしくお願いします。